今年2月、宮本和博前市長の任期満了に伴い、琵琶湖森山が大好きという森中隆文さんが新たに森山市長に就任されました。森中市長は43歳、若さと政策実行力で人、自然、琵琶湖、みんなが幸せなサステナブルな街づくりを進めます。今回の森山ニュースは、つながりで切り開く森山の新時代後編。前回に続き森中市長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。市長は新たな市政運営について4つの施策を掲げていらっしゃいますよね。一つずつ伺いたいと思います。まずはこちら、子育てするなら森山。はい、子どもの医療費無償化の拡大や妊産婦支援の充実など、子育て世代の負担軽減に取り組み、不登校やヤングケアラーなど困難な状況に置かれている子どもたちの状況把握とケアの充実に取り組むことで、森山で産み育てたいという機運をもっともっと高めていくと同時に、子どもたちを丁寧にケアしていきたいと考えています。続いて、住むなら森山。はい、高齢者や障害のある方、また生活に困難を抱える方など、誰もが住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けていけるために、医療、介護、福祉の一層の連携強化や地域での居場所づくりに取り組みます。また免許を返納された高齢者の方の移動手段の確保のため、オンデマンドタクシーであるモーリーカーの利用促進や運用改善を行います。また DX の推進やカーボンニュートラルに向けた省エネ・再エネの推進などを行ってまいります。さらに、働くなら森山。はい、村田製作所の研究開発拠点が森山駅東口にやってくるこのチャンスを生かして、東口全体のあり方検討や東口・西口の一体的な活性化、またオープンイノベーションによるベンチャー企業の集積に取り組みます。民間活力を利用した道の駅構想やスポーツ拠点整備など、湖岸のポテンシャルを生かした政策にも取り組みます。介護や保育など人材不足業界への対応、農業・漁業振興などにも合わせて取り組みます。そして最後に、市民が主役の森山。はい、空き家対策や地域での居場所づくりなど、地域の空洞化を食い止め担い手を確保するための対策を市役所内でチームを作って検討します。また中山道森山地区やユネスコ無形文化遺産に登録された小津神社・下仁井川神社のお祭り、服部・下野郷・伊勢の弥生遺跡など歴史や文化財を活用し、文化の香り高い街づくりを進めます。では最後に、琵琶湖放送をご覧の皆さんへメッセージをお願いします。国・県・市での20年の行政経験を生かし、答えは現場にある、徹底現場主義を貫き、10年後・20年後を見据えた人・自然・琵琶湖、みんなが幸せなサステナブルな街づくりを進めます。森山を元気に、森山から滋賀を、滋賀から日本を元気にしてまいりますので、市民の皆様、全国のモデルとなるような森山新時代を一緒に作り上げてまいりましょう。森山市の新時代、楽しみです。森中市長、ありがとうございました。ありがとうございました。